おはようございます。米西デングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今朝はですね、少し雨が、先ほどまで降っておりまして、かなり暗いですが、湿気が多くて、風邪をひいていらっしゃる方にはちょっと穏やかで良い、天気かと思います。今日はですね、これから朝のビジネス英語勉強会、横浜へ向かうところです。今日のテーマはですね、アメリカの、50歳以上の方々の、転倒後の骨折、そこからの合併症による、状態の、多さということで、日本も世界で一番の高齢化社会ですので、今後いろんな問題が、起こりうるわけですけれども、その中でも転倒っていうのは一番頻繁な、事故、家庭内でも起こりうる、道路でもあらゆるところで移動する限り、自分で歩いて移動したり自転車だったり、いろんな転倒っていうことは、バランスが悪くなったり、体重が増えたり、筋力が低下したり、視力が悪くなったり、いろんな、加齢とともにいろんな状況が起こりうる中で一番起こりやすい事故ということが言えると思いますので、そういったことをどういうふうに普段から今日気をつけて、できるだけ起こらないようにするかということを、皆さん、参加者の皆さんとともに、またその、ご両親ですとか親御さんやおじいちゃんおばあちゃんなどの経験とともにいろいろお伺いしていきたいと思います。今日はもう本当に身近な話題ですので、皆さん、いろいろお話し普段にまして発言していただけるのではないかと思っています。それではこれから行ってまいります。今日も一日頑張っていきましょう。失礼します。